んことイタリア方面のさんこです。ピッツランゴアルトすぐ麓のジョージズヒュッテに来ています。標高はすでに3000メートル超えです。こっちがサンモリッツですね。この湖沿いの町がサンモリッツ。そしてモルテラッチ氷河がくっきり見えています。ピッツベルニーナ、ピッツパリオ、ここもハイキングで登っているパラダイス小屋がこんなに豆のように見えます。すごいね。そしてレイランゴアルト、他にも湖があったんですね。でもここはハイキングコースはないので人が行けない湖だと思います。天気も最高です。そしていつものようにパートナーのひらちゃん、見ろ。スタン。